ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。今日はリニューアルしたばかりの宮崎ブーゲンビリア空港2階ショッピングフロアから世良アナウンサーがおすすめ情報などをお伝えします。世良さん。はい、今日は宮崎ブーゲンビリア空港に来ています。今日終業式のところもあったということで、スーツを着た方だけではなく小学生、中学生、高校生の姿も見受けられました。さあ、こちら空港ではビルの改修工事が行われています。宮崎ブーゲンビリア空港では2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け国際線と国内線ターミナルビルの改修工事が進められています。今日は2階西側のショッピングフロアがリニューアルオープンしました。さあ、そのリニューアルオープンしたショッピングフロアの中へと入ってきました。宮崎空港ビルの伊藤さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年3月にリニューアルオープンしたのが向かい側にあります日向屋さんなんですが、こちらの名称は何でしょうか。はい、こちらは三々市場になります。三々市場ではどんなものを販売していますか。はい、宮崎のお土産品を一堂に集めました。宮崎の美味しい果物やお菓子がたくさん並んでいます。やっぱ女性はスイーツ気になるんですけれども、伊藤さん、スイーツのおすすめありますか。はい、こちらメレンダアマーのパティスリーアンデルセンのお店です。こんばんは。こちらの一番人気はどれでしょう。はい、当店で一番人気はこちら宮崎レモンケーキでございます。日南市のレモンを丸ごと使って爽やかな香りと甘酸っぱい美味しさを閉じ込めました。ぜひお試しください。 ありがとうございます。綺麗な色ですね。レモンの爽やかな風味がこれ美味しいですね。ありがとうございます。さあ、この他にも宮崎で人気のお菓子屋さんのロールケーキやチョコレートなども販売されているんですよね。さあ、そしてちょっとあちらに目を向けてみますと焼酎がずらっと並べられているんです。伊藤さん、これどのくらいあるんですか。はい、宮崎県のほとんどの蔵元の焼酎を揃えてあります。焼酎は銘柄で指定する方もいらっしゃるので、それは嬉しいですよね。さあ、そして空港限定のお土産もありますよ。それがこちら。はい、こちらが延岡市で懐石料理が楽しめるぶり御殿料亭日高のコーナーです。あの料亭の味がお土産になったんですよね。はい、鯛茶漬け、七万石唐辛子などいろいろあります。日高のお料理をすでに食べられた方はもちろん、初めてという方もぜひ試してみてください。はい、どうぞ。さあ、続いてご紹介するのはこちらです。はい、こちらが日南市のお美店です。私も大好きなお店なんですよね。今日もたくさんの種類並べられています。このように揚げたてもいただくことができるんですよね。どうぞ、試食をどうぞ。 ありがとうございます。ちぎりごぼうでございます。ちぎりごぼういただきます。はい、どうぞ。見てもいかがでしょうか。ほんのりとした甘み、これはやみつきになる味です。おいしい。このように定番のものから空港限定のものまで、宮崎の美味しいものがたくさん揃ってますね。はい、宮崎の美味しいものを全部集めたいと思って幅広くご用意しました。三々市場の外にはお肉屋さんもあります。お肉屋さん、やっぱり宮崎といえばお肉は外せないですよね。そしてたくさんの種類並べられています。はい、日本一に輝いた宮崎牛から宮崎のブランドポーク、地どっこなど美味しいお肉が揃っています。六花さん、荒尾さん、はい、このようにたくさんお肉が並んでいると、なのか空港にお肉を買いに来たくなりませんか。なるほどね。はい、見てるだけでお腹空いてきました。このリニューアルに合わせまして駐車場も便利になったんです。はい、もっと日常使いで空港に来ていただきたいと思い、30分無料だった駐車料金をお土産購入したり、コーヒー一杯でも利用していただければ2時間まで無料としました。8月10日には駐車スペースも200台分増やします。より気軽に空港に立ち寄れるということで、ぜひ利用してみてください。皆さんのお越しをお待ちしています。以上、中継でお伝えしました。